私自身がすごく美しいと思った和傘っていうのがそのままやっぱり残っててほしいっていうふうに思っていて、やっぱりなんか今を生きてる人たちはその美しさを共有することができるけど、100年後にね大人になった人とかが知らないっていうのはちょっとずるいじゃないですか。だからやっぱり同じ美しさっていうのをちゃんと未来の人たちにも届けることができたらいいなと思うので、まあ、そのまま残ってほしいなっていうのが一番強い思いですね。江戸時代に明石の方から、傘職人の方を連れてきて、で狩野藩ってこの辺 の、 そのお殿様がみん な、 なんか困窮していたので、武士 の、 その仕事を見つけるために傘の仕事はどうだっていうこと で、 それがちょうどぴったしハマったっていうふうには聞いてます。なんでハマったのかっていうと、多分長良川があって、その水運に乗っていろんなところ、岐阜県の各地から材料がこう運ばれてきて、ただ和紙だったりとか竹だったり、漆ももちろん高山の方で取れましたし、まあ、いろんな条件が整っていたので和傘にはすごくいい場所だった。でそれで和傘が精力的に作られるようになったっていうふうに聞いてます。まあ私大学卒業してからこの世界に入ったんですけど、大学時代に外国語を学んでいて、まあ、目が海外にばっかり向いてたんですけど、いざ海外に行くと自分が何も日本のことを知らないっていうことにすごくダメージを受けて、でいやもっと日本のことを勉強してからじゃないとなと思って日本に目を向け始めたのがきっかけです。でそれでじゃあ岐阜には何があるのかなとか、じゃあまず和傘は近いので見に行こうと思って和傘屋さんを見学に行って、そこで初めて和傘を見て、でその時にその美しさみたいなものにもう衝撃を受け、でそうですね、その時にもうここで働かせてくださいって頼んでました。どういう形で関わるかっていうのはすごく明確な目標があったわけじゃないんですけど、和傘のそばで何か仕事がしたいというか、和傘と関わっていたいなっていうふうに思ったのが最初です。なおかつその和傘を作ってらっしゃる職人さんの姿が、そのリズミカルな動きとか無駄のない動きとかが、なんだろう、すごくかっこよくて魅力的に見えましたね。そうですね、初めは本当に作業っていうことはほとんど、まあ、していなくって、どちらかというと職人さんを回ったりとか、あとは出荷作業とかが多かったんですけど、まあ、そういう中でいろんな傘を触ることができて、結構私今の職人さんの中で一番結構触ってるかなって自負があるんですけど、そうですね、なんか本当にただ持つだけでも経験値になるというか、見るだけでもすごく経験になったなって今から振り返ると思うんですけど、なんかこういろんな傘を見て触れることができたおかげで、いざこう何作業をするようになってから、あの綺麗な傘っていうのはこんなに大変だったんだっていうのを改めて思い知らされて、でやっぱりその度にその当時の職人さんに対する思いとかも敬意とかもすごい高まって、で自分のできなさとかもすごく痛感させられて、へこんでみたいなのがもうほんとずっと続いてる感じですよね。うん、和傘自体もやっぱりその形であったり構造のその作り方っていうのは本当に昔から変わってないと思うんです。なんで変わってないかっていうと、それ以上いい方法がないというか、それが今究極の和傘のいい形というか、でなんかまあそういったことをもちろん簡単に変えることはできると思うんですけど、変えないことも努力かなっていうふうに思ってて、やっぱり先人たちが一生懸命高めていったものを守りつなぐっていうのが、まあ、使命かなと
思ってやってます、うん、私が入ったその20年近く前っていうのはやっぱり職人さんって多くって、なのでたくさんの傘がまあこう本当に流通していくのを目に見えて分かっ見ることができたんですけど、でもそれが本当に10年後に半分になり15年にはもうほとんどいなくなりみたいな、そういったのを本当に目の前で見てきたので、やっぱり職人さんの減少っていうのはすごく痛感してます。あとは、材料の部分でいうとろくろっていう部品があるんですけど、ろくろの部品っていうのはそのエゴノキっていう木で作られていて、その木を取ってきた職人さん、その方が10年前に亡くなって、同じような質のものが手に入らない、そういった時に直面するたびに、何だろう、ただ作ってるだけじゃダメなんだなっていうのを本当に痛感させられる。和傘作りに携わる人間を少しでも増やすことができたらいいなっていうふうにはちょっと思ってます。一番多分職人さんが続く理由っていうのはやっぱしっかりした生活が送れるような収入になるってことだと思うんですけど、やっぱりそれが確保できるような人っていうのはほんの一部だったりすることが多いので、まあいろんな携わり方ができるように考えていかなきゃいけないのかなと思います、それこそ副業的にできるようなシステムを作るとかっていうのもすごく重要だと思うので、そういった形でちょっとでも携わりたいっていうことができるようにみんなでいろいろ考えていけるといいのかなと思います。昔からずっと変わらないなって思うのが、お客様にすごく良かったとかまたお願いしたいって言われる時が一番やっぱ嬉しいですね今も、やっぱり高橋さんのところのいいわって言ってくださると、もう本当にもうただであげたくなるぐらい嬉しいです